さあ今日もトゲゲーム始めるぞ。まずは中央だ。さて入れるかなー。余裕でした。トゲちゃんどこ行った？お、来た来た。どうで稼ぐか。おお、うまそうだ。クソ、無念、届かなかった。オースイーツ取られたぜ。外にいた方がいいのかねー。ぶつかった。ちょっと大きくなったかな。釣れるけど餌が取れない。やっぱり餌が取れない。餌回収してブラックホール回避じゃ。この辺でやめとこう。ブラックホール発動。ストライーク。これぞ中央の醍醐味よ。もうこんなもんでいいかな。ちょっと小さいけど借りあるには十分だな。このゲーム大きさによって借り方が違うのが、良いんだか悪いんだか。オーキング登場。今は見送るか。やり合っても勝てる気がしねえ。でも食うか。こいつらもどっから湧いてくるんだろうな。誰か、来てるのかな。そこいると危ねえよ。法令ワンコっちゃねえ。多く居放題だ。綺麗に逃げていくな。そういえば今日はエヴァ級を打ってきました。核編中ハマる俺としては SD100 回でも心もとないぜ。一応勝てたからよかったけど、あまり打ちたくはない台だな。トゲを引っ張って潰したいんだけど、いいカモがいないな。おお、このでかいのトライしてみるか。今だ引っ張れー。ダメだ、防御された。おー、なんか引っかかった。ち、今は見逃してやるぜ。
小さくても上手い人は借りに来るからな。気をつけねば。特にこういうトゲ外してるやつが危ない。大きくなると緊張感も増す変わったゲームだぜ。危ねえなぁ。あいつ明らかに狙ってたぜ。危ねえ。こう引っ張る気だ。その手には乗らねえぜ。なんでだよ。あれだけ警戒してたのに引っ掛けられてしまったぜ。中央行くか。ちょ、無理ー。反対側から行けるかな。チャンスやー。ごっつぁんです。さあ狩りに出よう。いやーラッキーだったぜ。やはり中央周辺は暑い。どっこい。接続したまま押すのもだいぶ慣れてきたぜ。接続したままだと遅いけどね。でもこれでもそこそこ狩れる。さあ獲物よ、来るんだ。ほらー。ウォーキングだ。トゲがいないけどどこだ。あれがキングか、でけえな。おっと餌回収。む、手頃な大きさ。当たれー。まだ諦めんぞ。ち、逃げられたか。くそう、新たな獲物を探さねば。ぐはは